これこの間使ったんですけど、私でも簡単に穴開けできるドリルなんですよ。ちょっと紹介していきますね。今回上田金物のチャンネルでご紹介するのはこちら、変更器マルチボルトコードレスドリルで36130です。業界初の D ハンドルタイプのコードレスドリルです。先端軸上に持ち手があるので楽な姿勢で垂直穴開けができます。コードレスなので取り回しがしやすく現場もすっきり。電子クラッチを搭載しています。一定の負荷を受けてもスイッチを引いたまま作業ができ、穴開けの作業効率がアップします。 AC 機よりもコンパクトボディでハイパワーです。従来の AC 機と比較しても全長 348mm と 14mm もコンパクトになりました。木工穴開けスピードは約 40% もスピーディーになっています。回転数は低速と高速の2段階の切り替えができます。作業に応じて回転数を変更できます。ちょっとした時に単管に引っ掛けれる大型フックも付属しています。またチャックハンドルホルダーが付いているので、チャックハンドルを保管するときに便利です。それでは実際に土台の穴開けをやっていきます。このように私でも楽にまっすぐ穴を開けることができます。変更器マルチボルトコードレスドリル D36130A をご紹介しました。ぜひよろしくお願いいたします。商品が気になる方は概要欄のリンクから商品ページをご覧ください。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。上田金物。